はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。はい、今日の動画はね、かずえちゃん今から鎌倉に行ってきます。見えるかな。昨日ね、新しいカメラが届きました。これね、かずちゃんがいいよって勧めてくれたんですけれども、今日はね、この小さいこのカメラを持って鎌倉まで行ってきます。で、今日の東京ね、すごくお天気がいいんですけれども、天気予報だとね、明日から雨の日が続くみたいなので、今日はね、鎌倉まで足を伸ばしてきます。で、こっからはこのカメラで撮っていこうと思うので、まあ画質であったりとかすごくいいみたいなのでね、この小さいカメラで今日は鎌倉を撮影してきます。はい、今ね、かずえちゃん北鎌倉来ました。すごい暑くて、そしてちょうどアジサイが見頃なので人がね、たくさんいます。ここなんかアジサイロードみたいになってて、いろんな種類のね、アジサイが咲いてます。すごい綺麗です。すごいね、暑いです。今日はなんかね、トトロの森のようなとこに入ってきました。でもね、人が少なくて風が冷たくて気持ちいいです。今日ね、この小さいカメラで撮ってるんですけど、結構ね、画像綺麗だよね。ね、すごい軽いし、片手で持ってても全然痛くないので楽ちんです。カズちゃんに感謝です。はあ、気持ちいい、涼しいから。なんかね、明日から東京雨みたいなので、すごいたくさん今日の鎌倉は人がいます。なんかお祭りかっていうぐらいの人です。次はね、鎌倉大仏を見に来ました。もうね、人が少ないので、大仏様を独り占めです。すごくね、夕方になって風も出てきて気持ちよくなってきました。ここが大仏様の後ろです。こんな感じです。今ね、5時半ぐらいなんですけど、だんだんと人も少なくなってきて、かずえちゃんも今日すごく疲れたので、もうそろそろ帰ろうかなと思います。でね、今日お天気が良かったので夕焼けとか見れるかなと思ったんですけれども、ちょっと曇ってきたのでどうかなと思うんですけど、一度ちょっと江ノ島の方まで行ってから帰ろうかなと思います。今日ね、夕日見れなくて残念だったんですけれども、でもね、すごく朝からお天気が良くて、久しぶりにリフレッシュできました。で、少しね、ここで休んでから
自宅に戻ろうと思います。はい、ということでね、今日の鎌倉からの動画はこれでおしまいです。それではね、皆さんまたね、また見てね、バイバイ。